ドジャース7、5パドレス、10月5日、日本時間10月6日、ニベイ、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った、PS 第1号弾のホームランボールを巡るスタンドの一コマが、野球ファンの間で注目を集めている。03、ドジャースが3点の2回裏、ドジャースの攻撃、2、1、2塁の場面。 ここでこの日の第2打席を迎えた1番、大谷はパドレス先発ディラン・シースに対し、カウント2月1日とすると、注目の4球目、シースが投じた真ん中高めのボール球の速球を豪快にフルスイング。すると、打球は凄まじい快音とともに、瞬く間にライトスタンドへ。試合を振り出しに戻す値千金の一発となった。ほどなく、スタンドで待ち構えていた多くのドジャースファンが、着弾点とおぼしき箇所へと殺到し、 ちょっとした争奪戦の様相を呈することとなったが、実はこの時ホームランボールは彼らが殺到したスポットにはなく、すでに手前の低い場所へと転がり落ちていたため、そのことに気づいた女性観客の一人が争うことなく、ボールを拾い上げることに。しかし、打球速度180キロメートル毎時、打ち出し角度25度という、ロケット弾のような高速アーチであったこともあってか、多くのファンはそれに気づかず。 女性がボールを手にしたもとも、血眼になってボールの行方を追うこととなった。